最初からね、うん、帰ってきて帰ってきて、うん、洗濯物出して、うん、部屋2階登って、うん、自分の部屋ストーブつけて降りて、うん、今に行ってテレビつけるニュース見るニュースつけるあんま見ないけど、うん、で新聞見る、うん、何を見んの新聞で普通に全部ペラペラと、まあ、今日の出来事みたいなテレビ欄だけじゃなくて、まあ普通にで某新聞はちょっとしかないから見てで洗濯物たたんで、うん、あまあ、見な、うん、テレビ見ながらか、うん、で大体それ畳み終わるとご飯飯だから飯食う食うで、まあ、自分の部屋戻る、うん、で最近だとこうちょこっとカードいじって遊戯王、うん、で YouTube で遊戯王のそういうカードの対戦動画見たり、まあ、YouTube でいろいろなんか見たりして、で大体そうしてると何時ぐらい ?9 時過ぎ、9時ぐらいになるから、うん、で風呂入って、うん、でなんか上がってきたら、うん、なんかその日なんかもうなんか見るテレビやったらそれを 見るで見たり、またスマホいじったりしてで、12時ぐらいには寝る。結構遅いんだね。遅い。それがまあ基本の1日。休みは休みは、まあ大体8時前には起きますわな、うん、起きて、ボケーとして朝飯食って、最近あんま出かけないですからね。まあ大体あれですね、土曜日だと自分はあれ見るんですよ、テレビ。あ、土曜の午前中やってる某番組の、うん、某番組を見て午前中潰すと、まあ見たりまた動画見たりして午前中潰れる。で午後は午後になったら、まあなんか某ビデオショップとか某店に行って、まあ本とか雑誌みたいのしたりして帰ってきて、何もなければまあ普通にまたそのいつものやつか、例えば飲み行くとか飯食いに行くって言ったら、まあ大体6時ぐらいに行ってると。外食多いですね。いや別に毎回してるわけじゃない。なるほど。外食は少なくなりました。飲みには行くけど。なんかあれですね。つまんないですね。毎日つまんない。なんかあれですね。老けるのが早そうな感じがします。なんか。そんなもんじゃないですか。なんか面白いことしてます？なんか面白いことっつうかな、あれだよね。まあそんな毎日は面白くないけど、まあ、体はね、バスようにしてますね、自分的にはね。へー。やっぱりなんか、まあね、高校の時さ、俺骨折してたじゃん。知らねえかおめえら。知らねえ。ああ、知ってます。でも入れかったかおめえら。まだそうだもんな。俺が3年生の時1年生入ってきた。まあ骨折してたんだ左手。でね、やっぱね、何もで野球から離れるじゃん、うん、野球から離れるとね、ほんと毎日退屈でしょうがない。だからやることがないってすげえ退屈でさ、しょうがないんだよね、ほんとに。で、あの退屈さ分かってるからさ、なるほど。なんか、何かしらまあ、最近だと筋トレもしてるし、最近っていうか、まあ、2、3年前から筋トレもしてるしね。あと何を